こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。セイクレッドグランドのシンボです。今回は昭和の BPF GSX-R 専用を改造したので、その話を触れてみたいと思います。この BPF、 一番最初に結論を言ってしまうと、すごい難しい言い方なんですけど、欠陥品だと思っています。まともに動かすのは相当難しい。それを聞いたら BPF 使ってる人は怒ると思いますし、何言ってんだてめえってことになるわけですが、ですけどもいろいろ触ってみて、やはりそういった結論に至る。じゃあなぜなのか、そして改善策はあるのかないのか、そこを話してみたいと思っています。まずなぜ問題点大きくなっているのか、そこはですね、工学的な面もあるし、実用上使ってみてこういう問題点が起きた、そういったこともあるんですが、一番問題に感じるのがコンプレッションアジャスターの調整。この部分は通常環状隙間型と申しまして、要するに針と穴、オイルの流れる通路に針を差し込んでいって、その隙間を変化させることで減衰力の調整をするわけですけれども、この BPF はトップキャップ側に調整機構が備っていて、伸びと圧を同じ上側から調整しなければならないということは、メーカーの人はよくぞこんなシステムを作ったと、私としてはすごい解決策だなとは思う反面、伸び側の減衰はその環状隙まで行っているんだけれども、圧側、コンプレッション側の減衰力は、なんという正しい言い方は分からないんですけれども、リーフバルブプレッシャー型といいますか、シムに対してスプリングで圧力をかけることで動きを止めるというような減衰力の発生、調整の方法になっています。このタイプの調整だとあまり変化した時の特性が好ましくないというふうに私は思っています。そして ZX-10R、 そして GSX-R では同じ BPF を採用しつつも SIM 組が全く違くて、これは BFF でも共通なんですけれども、やはりメーカーのオーダーの方法というのがだいぶ違うんだなというふうに思いました。 GSX-R の方が私にとっては好ましい減衰特性、 SIM の組み方になっていると思いますが、それでもこの SIM にプレッシャーをかけていくタイプの調整方法は相当難しいというふうに思います。ですけれども、以前 ZX-10R 特性変更したときに SIM 組を変えていけばかなりいいところを見出すことができましたので、絶対ダメだとか、こんなシステムとっとと捨ててカートリッジ組み替えろっていうほど使えないわけではないと思っています。良い面ももちろんあるわけで、それはやはりビッグピストンと言ってるだけあって、そのピストン径が大きいと何がいいのかっていうのは、細かい話するとめんどくさいんで、省いてしまうとすごく安定していて、大きい力にも問題を起こさず強い減衰を発生させられるという点にあります。この点はとても良いんですが、しかししなってしまうインナーチューブって結構曲がりますので、その曲がるインナーチューブの内壁に減衰力を発生するピストンを擦らせるので、実はそのピストンとかピストンリングの設定っていうのが結構ガバガバなわけですね。ですからあまり密閉度は高くない。構造上スプリングが下側地面の方に近づいていって、その上に減衰力を発生するピストンが来るということは、フロントフォーク加圧されておりませんので、結構オイルが泡立ってしまう。そしてその泡立ったオイルというのはやはり気泡ですから、上部に上の方に行く。そして減衰力を発生するピストンも上にありますので、一度泡立ってしまうと減衰の特性というものが落ち着きづらいというか、当初の設計値を出しづらいという問題点もあります。その今言ったピストンが上部上の方にあるということで、油面設定の自由度が極めて低い。現実的にはですね、120ミリっていうのは油面は
まあ、スプリング込みの話ですけれども、スプリングを入れた状態で油面120ミリっていうのは作れない、もっと低いところには持っていけない、まあ、メーカー指定値っていうのが80ミリとか90ミリぐらいなので、まあ、それで問題がないって感じる、ライディングの方はいいとしても、もっと奥を軽やかに動かしたいってなった時にそういう設定が作り込めないっていうのが、まあ今言った BPF の大きな問題点だと思っています。それ以外にも、こう1万キロも走っていない車両で確認したのは、やはり BPF っていうのは上から下までその原子力を発生させるためのカートリッジが貫通していないですから、そうすると剛性が弱くなるのか、インナーチューブそしてアウターチューブの内壁、ここら辺がですね、普通のフロントフォークに比べると摩耗が早いように見受けられます。やはり大して剛性には効いていないのかなと感じるようなあのカートリッジもあるとなしとではだいぶ違うと、そのように思いました。そうは言っても、頑張ればやはり良くなるもので、先ほど言った減衰特性を、減衰を組み直す、スプリングの設定、油面をどうにかして下げるっていうことを進めていけば、純正からすると相当な改善が見られます。私自身はこの BPF は作り方次第によってはすごく良くなるんではないかというふうに思っていて、もちろんメーカーはですね、もう見捨てたシステムで、残っているあの川崎の ZX6R とかホンダの CB1000R、 あれにはなんでその BPF が残っているのかっていうと、片方のフォークにはその伸びと圧の減衰をつける、もう片方はイニシャルを調整するということで、減衰を片方のフロントフォークで発生させれば、もう片方はスプリングの調整だけつけることによってフルアジャスタブルというふうに銘打って、まああの販売宣伝という面で、まあやりやすい、あの広告しやすいという面があるんだというふうに思っています。それに加えて、先ほどピストン径が大きいから減衰力を発生、安定して発生させられると言いましたが、正直言ってフロントフォーク程度にこのこれだけの台形のピストンを2つもいるのかっていうのがそもそもの疑問としてありまして、まあ、はっきり言うと不要なんだろうと、いらないんだろうと思います。ですだからこそあの他のメーカー、そして昭和自身もこのシステムを諦めたわけです。だけれども、あのその CB1000R とか ZX6R のように片側だけに装備するんであれば、むしろちょうどいいぐらいの大きさのピストンなので、このシステムは安価に作れるとはいえ、それはそれでこのバイクに、それらのバイクにとってはうまく合っていて良い面があるというふうに思っています。もし自分の乗るバイクで BPF 付きのものを選んだとしたら、これをやれば面白いんじゃないかなっていうのが、例えば右と左で減衰力の発生をもうオーリンズでいうとこのニックスとか現代的なあの肩聞きにしてしまう、そうすることで減衰力のさっき言った環状式まで伸びも圧も調整できる、せっかくピストンが両方ついているので、まあ、ちゃんと減衰力自体は左右のフォークで伸びと圧を発生させるんだけれども、調整のダイヤルのみ右が伸び左が圧っていうような切り替えにすれば、これはですね、微細な調整ができてすごく良いシステムになるんじゃないのかというふうにも思います。さらに、まあ、そこまでうちでやることはないと思うんですけれども、上から下まで貫通してないことが剛性面で問題を生んでるんではないかと言ったんですけれども、まあ、作り用によっては上から下まで貫通した棒を通すということも不可能ではありませんので、どうしてもっていうときはそういう作り方したらすごく面白いフロントフォークになるんじゃないかと思いますけれども、それはやはり当社のような小さいところがあの作り込むシステムとしては結構、まあ、予算的に難しい面があるので手を出すつもりはないんですけれども、何かの機会があればあの調整のみ右と左で切り替えるっていうような方法を取れば、みんながあの捨ててしまったこの BPF っていうシステムももう一度光を当てていい乗り味を作り込んでいくことができそうな気がしています。ですからこんなのダメだなって思う反面、なんかもっとうまくやれるんじゃないかなっていうふうなことも考えたりしています。なぜこの BPF にそんなによくできるんじゃないかとか、
お客様に提案してこう改造してきたのかっていうと、この昭和が発表する前からですね、私も同じ機構を考えていて、あのインナーチューブの内壁をピストン化すればすごく大きなピストンで安定した減衰が出せるだろう。だけど問題点はイニシャルの調整と減衰力の伸びた圧をどうやって可変にしていくのかっていうところだったんですけれども、このメーカーは見事にボトム側にイニシャル調整を持ってきて、説明するの難しいんでちょっと割愛しますけれども、減衰力の調整機構を同軸に、同じ軸ですね、同軸に据えつつも伸びと圧を独立して調整しつつ、トップキャップに見て分かるようにあの狭いところに伸びと圧のダイヤルをくっつけた、あの努力というかですね、開発した人の何て言うんですかね、解決策、努力の跡がひしひしと伝わってくるんですから、せっかくだからもっと良くしたい、良くなるはずだっていうふうに考えて、メーカーからすれば余計なお世話なんでしょうけれど、BPF ってうまく作ればすごくいいシステムなんだっていうところを草の根運動で広めていきたいというふうに考えています。ですけれども、最高性能のものが欲しいって言ったらカートリッジ入れ替えてオーリンズつけちゃえばいいんじゃないですかっていうんですけれど、そういうことをしないで純正の改造を楽しみたいっていう場合は、今申し上げたようなその独立システムで作っていくってことも考えてますので、ノーマルの BPF なんとかしてみたいとか遊んでみたいって方いらっしゃいましたら、予算度外視する方にしか対応できませんけれど、一度連絡いただきたいというふうに思っています。今回の動画は非常に大きな市場ですね、挟んだ内容となりますけれども、 BPF っていうのはまだまだ面白いシステムだ、そういったことを話してみたくて、逆説的にダメなシステムだと冒頭申し上げた、そういった回でありました。ご覧いただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため、他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。